鴨頭嘉人さんってどうなの？なんかホリエモン祭りの時に、なんか、すれ違いましたかな？ハゲた人ですよね。まあ、YouTuber のハゲた人っていうぐらいしか僕印象がなくて、何の人だかわかんないんですね。本当にすみません。何かやってらっしゃる人だったら、本当に申し訳ないんですけど、僕の、知ってますかって言われると、ハゲた YouTuber っていう印象しかないので、すみません。髪の毛剃ってらっしゃるのか、ハゲなのかわかんないですけど、どんな人かって聞かれると、僕の知ってる知識だと、ハゲた YouTuber です。すみません。ごめんなさい。講演家の鴨頭さんご存知ですか？最近ホリエモンや西野さんの金魚の糞みたいについて回ってうさんくさいように思うんですが、ヘルクさんどう思いますか？さっきの人と違う質問かもしれないですけど、僕存じてないので、ハゲた YouTuber っていうことしか本当に知らないので、なんだろうね、講演家ってまず仕事？ 講演をしてるのでお金を稼いでる人って、まあ、結構いらっしゃるんですよ。経済評論家の人とかに多いんですけど、あれ、仕事じゃないですよね。要は経済学者って、経済の、じゃあいろいろ調べて、論文書いて、学会に発表して、で、こういった形で経済学として認められましたっていうのだったり、じゃあ大学で経済学を教えたりっていうのはあるんですけど、自称経済評論家の人って、単に俺が思ったことを喋ってるだけでエンターテイナーなんですよね。で、多分講演家の人っていうのもエンターテイナーだと思うんですよね。要は、その人が喋ってることを聞きたいっていうのでお金を払うっていうので、ライブをしてるアーティストとかと一緒で、なので学問ではないと思うんですよ。で、別にハゲた人が喋るのにお金払いたいっていう人がいて、聞く分には全然いいと思うんですよね。なんか面白い話をするんでしょうと。なので別にそれは全然いいんですけど、ただ、学問的価値があるかとかって言われると、論文出してないんだったら学問的価値はないんじゃないと思います。